皆さんこんにちはバックアントリー裸の太田です、えー、今日は下り、えー、登山山を歩いていて下りが苦手という方も結構多いと思います下りでつるっと滑って転んだりとかですね転倒したり時にはですね下りの場合はですねその転倒したことが今度転落滑落に落ちてしまうという危険もありますのでまず下りの基本下りの時にですねダニに気をつけて歩けばどういうふうに足を 置いて地面にですね置いていけばいいのかということの、まあ、ちょっとしたコツを、えー、ご説明をしたいと思いますのでもしよかったら参考にしてください特に下りではですね体重の2倍3倍の力がかかるその中でこうバランスを崩したりとかした時に耐えれないこう膝の力でぐっとこう耐えれない上りの時はちょっとバランス崩したぐらいではなかなか転ばない要は体重の1倍の力しかかかんないので それは耐えれるように普段の生活ができるような筋力があればそれは耐えれるんですけども下りの場合は2倍3倍の力がかかるのでちょっとバランスを崩してもいつも普段の生活よりもはるかに力がこうかかってしまうのでそれで耐えれなくて転んでしまうっていうこといこが転倒してしまうっていうことがありますのでそうならないそうなったとしてもその大事には至らないというかまあ転落滑落までいかないようにするためのおコツになりますのでまずですね足を置く場所 を結構ですね。皆さん間違えているか、気にしていないかですね。それで転倒するというケースが結構あります。それはですね。石まあ、地面はですね。山の場合はこうでこぼこしています。まあ、整地してツルツルのですね。アスファルトとかコンクリートとかではないので、まあ、凸凹している中に石がこう埋まってたりとかします。あと、石がこう上に乗っかってたりとか。 あとまあ、バランスよくですね止まってる石もあれば浮き石もあります。その中でまず下るときに足を置く場所。例えば砂地があって石がこう埋まってる石があればこの石ですねこう埋まってる石があればここにこんな感じで足を置くことでこれがグリップしてくれます。ここでこうつるって滑ることがなくなります。 こう石,が石の,あの地面の上にですねこう砂利砂とかが乗っかっているとここに足を置くとですねこうズルって滑ってしまったりとかするんですけども石の頭ですね石の頭埋まっている石の頭とかあとは大きめ大きめの石があったらこういう角のところこういうところに足を乗せると登山靴のですね靴底っていうのはグリップしてくれます。靴底はですねこんな感じでデコボコ しているパターンになっているのでその凸凹とこの石の頭ですねそこがこう引っかかってですねそこでこうグリップしてくれるあとはこのゴムっていうのが、まあ、車のタイヤとかも同じなんですけども、えー、変形するその体重が乗った時に平らなところ平らなところにこのゴムが乗っても変形しなくてこの全体に平らな状態で設置するんでそれは 滑りやすいんですけども石の上に靴のですねこの凸凹が乗った時に体重のこの要は体重の2,3倍の力がここに1点に集中してこのゴムもラバーもですねぐにょんとぐにょんとこうたむように変形をしますその時にグッとこうグリップをしてくれるようなイメージで接地面が実は平らなところで 硬いものを置いたときにこの時の摩擦っていうのは、えー、接地面が大きい小さいにかかわらず摩擦力は変わらないんですけどもただラバーの場合はこうタームということでタームが家に接地面を小さく接地面をですね小さくした方が要はこういうふうに設置した方がここでこうたわみが起きるのでたわみが起きた時の、えー、グリップ力っていうのが高いということになります。ただその他もですね えー、グリップといえばこの角の部分このサイドの角の部分で土をですねちょっとこう削るように持っていってそれでこうグリップさせるっていう方法もあればまあこんなこういう岩場岩石があるところなんかは石の頭角とか頭をわざわざそこに足を乗せてグリップさせるっていう方法もあって石のですね頭頭をこう足が置く場所として一歩ずつ歩いていけばつるんってこう滑ることがなくなるので。 腰も引けずにですね、バランスよくこう歩いていけるということで転倒っていうのを防ぐとそういったことを常に僕は意識しながら歩いています。下りの時はですね、で,でもそういう石がないところ例えば槍ヶ岳の下りの摂生ヒュッテの辺りまで下るところっていうのは本当にもう,こうゴロゴロした石だけしかないので結構ずるずる滑りながら歩くんですけどもそういう時は地面がですね凍ってる歩道を意識してその上を歩く お年寄りというかおじいちゃんおばあちゃんこう腰をかがめてですね膝を折って頭を中心にこう,こう小走りというか歩幅を小さくしてちょこ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 ,こう歩くようなそんな感じで歩けば要は少しこんな感じでもう背中をこう猫背にしてですねこんな感じで歩いていくような感じで歩くと比較的こうずっとこう滑りにくい。 よく腰を引けてしまうとずるっと滑った時に尻餅をついたりとかするんですけどもつるっと滑ってもそのままバランスが取れて一緒に滑っていくような要はスキーをしている時にバランスを取っているような感じでずるってこう滑っても一緒にこう体勢を崩さずにですねずるっと滑っていけるような感じでそれでキュッと止ばるようなイメージで歩けばそれほどバランスも崩さないんですけどもまあこういうところもですねできれば大きな岩とかがあればそういうところ の角をうまく使ってです、ね、グリップするように、えー、下っていけばそれほど下りが苦手という方もその特にこの埋まってる石ですね埋まってる石を見つけてその上に足を乗せていくっていうことである程度の急斜面で砂地のところに足を置けばこうツるって滑ったりとかズルズル滑ったりとかするんですけどそういうところに行ってしまうとどうしても腰が引けてしまって余計バランスを崩してしまうっていうことがありますのでそうならないようにするためには 石の頭大きな岩だと大きな岩の頭を歩いていくと。で特に北アルプスの稜線上とか岩がゴロゴロしているようなところだと大体そういうところをですね歩いたような形跡があります人が歩いてるんでこう丸くなってたりとかするんですけどそこが登山靴のこの底の黒いラバーが擦すり上れてここにちょっと黒くなってたりとかそういうのが目立つと思いますそういうところをみんな歩いてるという感じになります。だから岩の石の石上を ぴょんぴょんこう使って降りていくような感じで降りればいいしそうじゃなければちっちゃなこうちょっと埋まっているような岩をこう降りる時はそこを狙って足を下ろすという感じで下ろしてください。ということで下りがちょっと苦手だという方はそういうところに意識をして歩いていただければずっと滑らなければ怖くないのでそうすると苦手意識っていうのも薄れていくかと思います。 そのためにはこの登山靴のですねグリップこのグリップ力を有効に使っていくということでえできるだけこう角角に一点集中でこう乗っかることによってこのラバーのですねたわみとかも利用しながらグリップ力を増しているような感じで歩いてください今日は下りで苦手という方が結構いらっしゃるのでまあそういう感じを意識して僕は歩いているぞという話でしたこう石がゴロゴロしてて急斜面で あの、ブレーキをかけたいときは、こう、岩のこういう角っていうのは、グリップが、力がいいので、こう、岩角を狙う。特にまあ、浮き石とかだとズルってくるけど、埋まってるような石だと、こう、岩のところをね、踏んでいけば、ぐっとブレーキを踏めるんですよ。で、この砂のところで、ぎゅっとブレーキを踏もうとすると、ズルっとこう、うん、行くんだけど、こういう岩の上、岩の尖ってるとこね。で、えらない岩のところの上は、 ぐるっと滑るんでしかもそこに砂が乗ってたりとかしたらもうずらっと滑るからそこは気をつけなきゃいけないんだけどほんと岩のちょっとした角埋まってるような角を狙って足を置くとこういうところとかねこういうところはグリップするとだからあ止まりたいっていう時はその石を探すんですよこう,石こ,うこういう埋まってる石こういう埋まってる石を探してそこでグッと踏めば ブレーキをかける、うん、でもこんな砂のところでこうやろうとするとずるっとこう滑るんですけど、はい、そういうのをうまく狙うね特、はい、にこう,こういうこういうしっかり埋まってるこう角がなんかこう,うあるような石そういうのをうまく足を乗せることでグリップ力があるとうで,、ねうん、で平らなこういうところで踏ん張ろうとするとずるって滑ったりとかするんだよね砂とか乗ってるでしょそれがずるってこう滑ったりとかするから どちらかというと、こういう角。小さな角ね。っていうので、バランスを維持しながら、慎重に降りてくると。と、比較的無駄な体力も使わずに、えー、バランス崩さずに降りてくるっていう。こういうとこ。